って文化祭の映画の許可もらおう。そういえば副会長って会えなかったね。そもそもどんな人だったっけ。確か真面目そうな人でしたよ。会長みたいな。そうそう、会長とよく似た雰囲気で。会長、またお向かいさんのところ行ってきます。ポスターの件でちょっとお話が。何でしょうか。これ決定校というのは本当ですか。美術部がこれしか書けないっていうの。させてください。なんで。なんでって。もうちょっと無難なものにしてください。またあれと交渉しないといけないの。鬱になる。ところで副会長は。何ですか。さっきからここにいましたよ。なんでいつも会うたびにずぶ濡れなんです。行水が趣味でして。男子校との打ち合わせですが、ちゃんと進んでますか。報告が一切ないので。問題ございません。じゃあもう行きますが、ポスターの件頼みましたよ。はい。お向かいさんに行くときだけいつもバッチリ決めてますが、別にそこまでしなくても。うちは基本化粧禁止ですし。会長何言ってんの。男にすっぴん見せろって言ってんの。それってさ、男にチッポ出して歩けって言ってるのと同じことだよ。そんな例えだとすっぴんがチンと倒れちゃったことになっちゃうじゃん。いや、そんなわいさつ物ではないと思うのですが。そうじゃなくて、エチケットとして良くないってこと。もう顔に服着せてる状態しか見せてないのに、今さら服を剥ぎ取ったお顔なんか見せられない。お分かり。まあいいか。とにかく私はこのポスターを美術部に交渉しに行ってきます。後のことはお任せしますね。はーい。遊び遊ばせバウ。どうしたの会長、忘れ物。すみません、もう一度弾丸しに来ました。はいはい。うお、男。なんでしょう。会長は。とりあえず半分だけ作っちゃおう。会長は今お留守です。副会長の私が相手します。え、副会長。あれ、かずみさんが言ってたのとちょっと違うような。文化祭で映画上映をしたくて、その許可を。朝けんな、ごめんなさいね。会長がこの前修正動画見てたけど、やっぱダメって言ってたわ。でしたら前田が私の代わりに土下座するので、ここは会長だろ。ここはお一つ。花子様、申し訳ございません。お尻が破けました。そっか、お尻が破けるなんて一大事だよね。ちょっと穴は。じゃあ穴開けたドアに謝罪するっていうことで、もう一回土下座行ってみようか。はい。ちょっと待って、その脇やめて。ていうか出てって。考えるのやめて、決勝の続きしよう。朝剣ですけど。また朝剣かよ。お兄ちゃんが説明を。この子のお兄ちゃん。どうぞ。あれ、今顔一瞬で変わった。今の気分的に圧倒的にこっち。お兄ちゃん、論破して論破。で、任さっしゃれ。オリビア氏金星の映画の許可をいただきたく、馳せ参じたでござる。この映画、立件すると高邁な思想心情の表出と解されるかもしれませんが、さにあらず古今のハリウッド大衆娯楽作のクリシェをなぞる、いわばパスティッシュの集合体に過ぎませぬ。ベンヤミン・モースところのパサージュでござろう。残虐趣味やわい雑描写などもこの点において本来の逸脱性を脱色した表彰の戯れと評価するのが本当でござる。ダメ、副会長頭悪いから何もわかんない。遊び遊ばせバウ。